気になるのはやっぱり湯かしら。でも調べてもただの温泉なんだよね。ましたか。もうちょっと、ね、バレるから魔力は使えねえが、僕たちには熱い友情があります。童貞坊役職いわく大胆な男、女は待っている。一人では無理かもしれねえ。だけど二人でなら捨てられますよ、童貞坊。影の英知に不可能はない。何してんの。また魔力を観測した。こっち涙と温泉が反応してるかも。確かにここの温泉は地下から引いたものだけど、反応が上がらない。ちょっとやりすぎよ。一応シャドウ様の語学友なんだから。地下の反応は、地下というのはわからないけど、涙というと伝承では姫の涙だったね。はあ、何よ。自称可憐なエルフのお姫様。だったら何なの。影の英知に犠牲はつきもの。え、何やこれ。これは囚われのお姫様。うまいこと言ってないで助けてよ。さて何やそれ。お尻にブスッと差し込んで快便にするアーティファクト。あ、ちょっと欲しい。どこがアーティファクトなのよ。副作用で体中の穴という穴から体液がダダ漏れる。もっとマシなもの作りなさいよ。むか。何よ。これだから胸にだけ栄養のいってるアンポンタンはもうボロ雑巾になるまで改造しちゃってもいいかな。